その著書が進める不正室の天才諸葛亮、劉備は彼こそが自分の求める人物であると確信した。だが諸葛亮の庵を二度訪ねるも彼には会えなかった。張飛や関羽は非礼をなじるが、劉備は気にせずまたも庵に向かう。民を救う答えのためならば三度の訪問など安いもの。そしてついに劉備は答えを知ることとなる。三度も私をお尋ねになるとは、それほどまでに求めるものがあると。臥龍諸葛殿に教えを乞いたい。私がなすべきことについて。なしたいことはある。救いを求める声に応えたい。だが目の前の誰かを救う、別の誰かが苦しむだけ。私はどうすれば。仁の志ということですか。仁とは効率や利益より人の情、徳を重んじる心。曹操の道は乱世を力によって治める。覇道対して劉備殿の道は仁のよ、王道。王道は王者がなす道。これを幻に終わらせるためには、天下を統一する王者とならねばなりません。こんな私に天下統一など。劉備殿、真にそれを望まれるならば、あなたの天下描いてみせましょう。